イグナーツブリュルは、オーストリアのピアニスト、作曲家。モラビアの都市プロスニッツンの富裕なユダヤ人商人の家庭に長男として生まれる。1850年に両親に連れられ、ウィーンに移り、この地を一生の活動の拠点に定める。もともとは家業を継ぐべき運命であったが、壮熟な才能が花開いたために、ウィーン音楽院で徹底した音楽教育を受けることができた。 ピアノをユリウス・エップシュタインに作曲をヨハン・ルフィナッチャとフェリックス・オットーで祖父に指示。14歳の時にアントン・リュビンシュテインから熱烈な評価を得られたことが決定的な要因となり音楽活動に先進することになる。1864年に最初の歌劇サマルカンドのモノゴイ・ディー・ベティラー・ホン・サマルカンドを作曲し、ビュルテンベルク王国の首都シュト,ゥトガルトの 宮廷劇場に提出。1866年に、その公演を私的に監督するため同地に赴くが、悲しいかな計画は水の泡となり、送付は諸庫の中で散逸してしまう。それでもブリルは、還元学のためのセレナーデ第一番と、ピアノ演奏によって意義深い成功を収めることができた。それからの15年で、数々の演奏旅行を行い、プラハ、ブレスラウ、ベルリン、 ミュンヘン、フランクフルト、ドレスデン、ライプツヒといった大都市だけでなく、オーストリア帝国やドイツのヘンチも訪れた。ウィーンでは演奏旅行の合間を縫って定期的な演奏会を催した。1871年にはベルリンシュテルン音楽院のピアノ歌教授の職を提供されたが、家族から離れたくないがためにそれを断っている。1872年から、 ウィーンで最大手の音楽塾の一つであるホラークピアノ教室の教員となった。1890年代にはウィーン音楽院からの就職要請も断っている。2作目の歌劇黄金の十字架、ダスゴールデネクロイツは1875年12月22日にベルリンで初演されて大旋風を巻き起こすとブリュルは作曲家として 頭角を表し、一躍時の人に祭り上げられた。ピアニストとしての経歴も持ち上げられ、1878年には、ロンドンの出版人、ウィリアム・チャペルと契約して、イングランドで二度の演奏会を行った。折しも工業師のカール・ローザが、黄金の十字架のアデルファ劇場での3月2日の、ロンドン初演を準備中であった。1月28日に、マンデーポピュラーコンサートで、 英国デビューを果たして大成功を収め、さらに、ロンドンやリバプール、マンチェスターにおいて、さらに20回の演奏会が開かれた。1881年にも1月31日から3月9日にかけて放映し、8回の演奏会を開いて、さらに快進撃を続けた。ビルトオーザとしての活動において、頂点を築いているのは、この2度のイングランドへの演奏旅行であった。 その後は作曲に専念できるように公開演奏の数をはっきりと減らしていった。1882年にウィーンの銀行家の娘マリー・ショー・スタークと結婚してからはブルュルの住まいがウィーンの音楽界の中心地と化した。交際範囲は幅広く、恩師、ユリウス・エプシュタインのほかヨハネス・ブラームス、カール・ゴールト・マルク、ロベルト・フックス、アントン・ドーア、リヒャルト・ホイベルガー、 ルートビヒロッテンベルク、リヒャルト・フォンペルガー、オイゼビウス・マンディチェフスキ、エドアルト・ハンスリック、グスタフ・マーラー、テオドール・ビルロート、ヨゼフ・ブロヤーラと親交を結んだ。夏ごとに、家族で、オーバー・エスター・ライヒ州に過ごし、1890年からは、ウンター・ラハーム・アッター・ゼーに、別荘、ベルク・ホーフを建てた。この屋敷も、また音楽家や画家、文人を引き寄せることになった。 作曲家としてのブリュルは、初期の成功をもたらした模範に忠実であり続け、新たな発展と関わり合いになることを望まなかった。それゆえ次第に、同時代に対して反発するようになっていったのだが、それでも1906年の歓歴には、数々の賛辞を受けている。それから数ヶ月後の翌年の秋、ブリュルが不意に他界すると、芸術的な熱意に常に高潔で誠実な人柄を、 伺かがわせてきたとして、楽団から潮位を表された。黄金の十字架はその後も数十年にわたって、レパートリーに生き残ったが、ナチスがユダヤ系芸術家を迫害すると、ついに舞台から引きずり下ろされた。ありがとうございます。